所でごちそうも武田でございます。毅然でいこうぜ、本気ならアシックス、その3、アクセルの草野です。アシックスの声と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日3本目です。やった、基本編3ということで、最終章ですね。そうです、最終章です、はい、皆さん。今回どういう話になっていくかというと、小石さん、はい、こちらにスパイク3つ出てますけど、エフォートっていう基本的な、まあ、エントリーモデルの話をしましたけども、はい、兼用スパイクにもエフォートもあれば、もう一個上のモデルとか素材が違ったり、兼用モデル練習する場所が土だよっていう方でも、さらに次のネクストステップとか、僕はこの競技がしたいとか陸上経験があるっていう方は、違うモデルっていうのを比較して理解していただければと思いまして、この動画を撮らせていただきます。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダッシュで行こうぜ。エフォートはもう動画でしっかりともう、はい、あれやこれや全てを話させていただきましたので、もうこれは問題ないかと思いますけども、エントリーモデルトラック全般をカバーしている、100から1500m までいけるよというようなモデルになってきます。これをまあ基準としていきますと、こちらに2つ用意をしているものがありまして、この3つ全て土トラックとオールメーザーの兼用モデル、ピンを変えれば両方ともいけますよっていうモデルになってきます。じゃあこれと何が違うかというと、対応種目でいうと、こちらがトラック全般100から1500いけますよというのがありましたと、はい、で次こちらですね、フラットというモデル、これは何かというと、対応種目がエフォートの対応種目プラス幅3段跳躍系の練習試合に出たい方というのが、このヒートフラットというのが対応してくると。さらにもう一個、こちらヒートスプリント、まあ、名前の通りスプリント、短距離に特化したものになってきますので、100から400、あとはもちろんハードルというところに特化していくと。なので専門性を持った商品に枝分かれしていくというか、選択を変えていく、それによって素材も変えて、アッパーソールのデザインも変えていくというようなもの、3つがこれ基本的なとこになってきますので、まずこの3つ自分がどれに当てはまるのかなというところを、皆さんは今日の動画を見て絞るというかイメージをしていただければ嬉しいです。なるほど。だいぶパーツが強くなってるんですよね。見てもらうと分かると思うんですけど、こっちはメッシュの面積がすごく、革のところがちょっと狭い、まあ、曲げやすくなってるんですけど、まあ、パワーがついてきたので、ここのつま先のところの補強のところとか、これ多分跳躍やるからですよ、なおさら。あ、そうです、おっしゃる通り、はい、指先が踏ん張れるように硬い素材が増えてますし、左右にぶれないようにだとか、まあ、そういうのも含めて、まあ、ちょっとパワーアップしてるのが、まあ、ヒートフラットですね、まず。はい、そうです。でさらにスプリントの方になると、もう1枚のカバーでほとんどできてきて、軽くなるんですか、こうすると。重さに関してはやっぱり人工比較っていうのが、サポート性につけば重さっていうのはやっぱ出てくるんですよ。だからまあ吉原氏ですよね。その分明らかに硬い、おっしゃる通りで、エフォートにある程度近いのがこのヒートフラットかなと思うので、まあ1500とか中長距離でも通気性とか、あとはフィット感も少し近い、足で感が柔らかい感じがするかなと。だからここだけ言うと、スプリント系の種目に関しては横ブレを防ぐために人工比較の範囲を広くしてますよ。まずアッパーのイメージはこちらに近いか、ヒートスプリントに近いか、競技特性で変わってくるかなというところになってきます。下側のプレートのところを見ていただければと思うんですけども、ここは先ほどのエフォートとヒートスプリントが近いですよのアッパーとは違って、プレートは今度ヒートフラットとヒートスプリントが同じになってきます。この横のデザインが入ってるんで屈曲がしやすいですよと。違うのが、この縦にプレートのデザインが入ってるのがヒートフラット、ヒートスプリントの特徴になってきます。何が違うかっていうと、エフォートに関しては屈曲がしやすいのと、硬さが出てきますので、スプリント系体ができて、ちゃんとこう地面を押すような動きができる方に向けたプレートのデザインになってくるというようなところです。かかとの部分とかが少しね、デザイン変わってくるんですけど、フラットはやはりあの中長距離もカバーしたいとか、フィールド系も設置面積を広くするっていう考えで、もう真っ平らにっていますけども、スプリント系に関しましてはかかと部分はこう巻き上げているになってきますね。細かいところなんですけども、同じプレートを使ってますが、アッパーの違いだとかデザインの違いとかっていうのが発生してくるというと、足を守るだけ、ブレるだけじゃなくて、靴全体のバランスを決めるっていうのがプレートとアッパー、まあ、もう一つはこのミッドソールっていう素材、まあ、この3つで靴が構成されてますけども、このバランス3つによっていろいろシューズのバランス、そしてパフォーマンスに寄ってくる。このミッドソールっていうのがすごいなかなかこう珍しいのが、兼用スパイクっていうのはやっぱり長時間の練習に耐えれるように、足の衝撃も考えて少しここが厚めに指定をされています。基本的にはこれかかと部分にほぼ全面に、はい、クッション材が入ってますので、はい、土のグラウンドでも長時間の練習っていうところでも対応できるように考えられていると。大事なんですよね、そういうのが、はい、ダッシュで行こうぜ。ここもやっぱすごいんですよね、うん、よくできてる。ここの辺はこう曲がりやすくしてるけれども、ここは曲がりにくくしてるんですよね。会議いましたね。言ってないよ。間違いない。最初設置するあたりなので、こう変形するようにこう横溝がすごい、こう入ってるんですけども、もう一番反発が欲しいこの親指母指球からつま先側はもうこういう縦が入って、もう硬くなってて、会議始まりました。始まってんのか。今後会議に参加するんじゃなくて、会議始まってますよ。実際履いてみたらどうですか。ブレードユーザーの。ブレードユーザー、はい、ああ、そうです。これ履いたこと
ットはあるんですか。あれですよね、あの時。ああ、そうですね、あの時。あの時ですね、はい、あの時ですね、これ以上喋れないあの時。ちょっとピンはなしで、そのプレートの感覚だけ確かめさせてもらってるんですけど、いい、硬い。いや、プレートの硬さは本当に上のモデルとほぼ変わらない、むしろ硬い感じでレベルが上がってる感覚がすごいあります。土でも使える試合スパイク。そうです、そうです、うん、レベルで言うと練習環境が違うだけで上級者の方で扱えるエフォートとは違う、ネクストステップっていうイメージの商品がヒートフラット、ヒートスプリットっていう感じです。めっちゃ走りやすい。これでハーフペック走ったらめっちゃ良さそう。ハーフペック専門も全然いける感じ。ちょうどいい硬さって感じします。うん、専門性が入ってきたっていうのが、まあこのヒートスプリント、ヒートフラントシリーズってことですよね。はい、おっしゃっております。ダッシュで行こうぜ。はい、ということでお疲れ様でした。はい、すいません、一日ちょっと長かったですけど、貴重な話たくさん聞かせていただきまして、本当に毎回この撮影の後言わせていただいてるんですけども、また今日も知識が増えて入ることができます。ずっとうなずいて聞いてるだけですけど、すいません、僕も視聴者でやってました。まあ先ほどこれを見てる方々ってやっぱり陸上を経験されてる方とか、より強くなりたい、より知識を得たい方が多いんですけども、これから始める方っていうのはやはり知識がなくて、何を買っていいかわからないっていうのは後輩なのか、そういう人たちにやっぱり言葉をかけたりとか、まあそれやっぱチームワークにつながったりとか、いろいろやっぱ部活っていうのはやっぱり楽しくなって、コミュニケーションができて、その関係性ができてっていう中でも、やっぱそういう一つのギアをまあネタに話してもらうのも全然いいと思いますし、いろいろね、やっぱパフォーマンスをみんなで高めていきましょうというところで、コミュニケーションを伝えていく、先輩だって言ってないですけど、はい、やっぱり知ってるんですねっていうのは、もう先輩特権だと思いますんで、そういうのにまあ生かしていただいて、ぜひ見てる方、はい、よろしくお願いします。強くなりたいと思うんですよね、きっと。初めて陸上始めた子たちもいずれは。その時に、どうやったら強くなれるかっていうと、やっぱ練習をたくさんやること、めっちゃやれってわけじゃなくて、怪我せずずっとやっぱ練習を積めること、それがすごく大事で、専用モデルとかってすごく軽いだとか、硬いだとか、そういったものの方がいいんじゃないかっていうイメージがあるんですけど、それって練習で体を守るということは、除外した上で多分作られてる、試合で走る向けだった。もしかしたら、ここのちょっとした硬い分の重さとか、クッションの分の重さとか、ちょっとした柔らかさ、これが物足りないと思う人もいるかもしれないんですけど、これが実は練習をしっかり積んでいくために今度はメリットになってくる、そういったこともあるので、やっぱそういった目線でもやっぱ靴選びをしてもらったりしていくと、結局なりたい自分にすごく近づけていくんじゃないかなと思っているので、まあそういった目で自分の欲しいものを選べるようになってほしいなと思います。ありがとうございます。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が分かりやすかったよっていう人はチャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。 あこっちだ。